2024年東京ダンス選手権プロフェッショナルラテンアメリカン部門で、見事優勝されました河野ひろき加藤奈々組です。おめでとうございます。ありがとうございます。優勝とお名前を呼ばれた時は正直どんなお気持ちでしたか。じゃあ奈々さんから。そうですね、まさか呼ばれたいなと思ってましたけど、まさか自分の名前呼ばれ名前じゃなくて番号呼ばれると思わなくて5秒ぐらい停止してました。はい、ね、そうですね、あんまりこう順位を意識して踊ってはいなかったので、結果が出てありがたいなと思いました。はい、東京ダンス選手権は、初優勝。そうです ね, そうですね、初めて優勝しました。はい、よかったですね。ありがとうございます。はい、じゃあ今日の競技会の優勝を目指してどんなことを取り組んできました。日本インター1回終わって7、8、9、3ヶ月あったので、大きなこともあったんですけど、結構いろんな、もうどの種目のこの部分はこう、この部分はこうというのすごいいろんなことをちょっとやって今日披露できたらいいなと思って練習してきましたね。そうですね、もうやってきたことちょっと全部忘れてもうその場その場で必死で踊ってました。なるほど、なるほど、通りで、はい、じゃあ今日の優勝というね、素晴らしい結果を受けて自分たちのね成長に向けての次の課題は見えてきました。どうでしょうか。この3ヶ月で取り組んできたことを試合でいきなりやるとこうなるというフィードバックが得られたので、来週全日本があるのでそこまでちょっと調整してもうちょっとうまくやれたらいいなと思ってます。そうですね、私もちょっと忘れるとこういうフィードバックが来るので、これを反省点として次来週に持っていきたいと思います。はい、せっかくですからこの場を借りてお互いに何か伝えたいことあります。お互いにこの場を借りて、言いづらいこと言いづらいこと、いや普段からあんまり気にせずいろんなことねちゃんと伝えてはいるつもりですけど、何ですかね。お疲れ様でした。今日よく頑張りましたね。ありがとうございました。ありがとう、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 漫才みたいでしたね。はい、じゃあ、ファンの皆様に対して今のお気持ちとこれからのね目標をお伝えください。じゃあ、はい、我々としてはもう小さなことをコツコツやっていくだけなんですけど、やっぱり見ていただいている皆さんは僕らが勝つと嬉しいと、思ってくれる人もたくさんいると思うので、その人たちの期待に応えれるように頑張りたいと思ってます。そうですね、一種目一種目皆さんに感謝を込めて踊っていきたいと思ってます。これからもありがとうございました。ありがとうございます。で、東京ダンス選手権プロフェッショナルラテンアメリカン部門で見事初優勝されました河野ひろき加藤奈々組でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。イエイイエイイエイ。